ありがとうございます。ありがとうございます。41。ワンワン。こんばんは、こんばんは。さあ、お耳のチェックしましょう、皆さん。いいですか？こっちの耳と、こっちのお耳、ちゃんと聞こえますか？こっちのお耳と、こっちのお耳。大丈夫ですか？ちゃんと左右。大丈夫ですか左右。大丈夫。聞こえるよ。よかったです。あ、やだ。お茶いっぱいありがとうございました。皆さん。なんとですね。なんと、今日で2月が終わるんですよ。びっくりだ。びっくりだ。2月、あっという間でしたね。1月もあっという間ですけども。ねえ、なんて聞こえる、聞こえるぞ。そう、まさかの終わってしまうんですよ。びっくりですね。2月30日の可能性が、なきりにしもあらず。だから3月ですね。だから、あっという間の3月でございます。ありがとうございます。ということで、今日もですね、まあ、このバイノーラルマイクを使いまして、いろいろと、おしゃべりしていきましょう。BGM を抑え気味でいきましょうかね。うん。あ、もうちょっと大きくてもいいのかな。ちょっとあ、バイノーラルヘッドくんを。ドゥン。ドゥ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 はい、じゃあ、ということでね。ちょっと基本こっちの耳から喋りかけても大丈夫ですかね。真ん中の方がいいか。トト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 トこんな感じ。やっていこうかなと思います。ダミオくんですね。ダミーヘッドの。アタメちゃんの ASMR ドドド聞きたいな。うん、ありがとうございます。ということで、まあ、基本ね、雑談をしつつ、ちょっとなんか2月っぽいセリフ、やっぱりバレンタインですかね。2月と言ったらやはりバレンタインなので、まあね、ホロライブからバレンタインボイス出ておりますが、まあ、追加バレンタインボイスということで。じゃあ、ちょっとバレン、ね、ブースさんで、販売されているバレンタインボイスの続き、ちょっと、今回やっていこうかなと。で、で、よければね、まあ、前日談みたいなのじゃないですけど、はい、よければブースの方で、今から言うやつの前も、聞いていただければと、思います。聞いた方はね、わかると思うんですけども、まあ、あれをしていて、ふがーってなって、実はあれ、結局、渡せて、ないですよね。まあ、その時ね、私がどう言ったか、ちょっといろいろと思い出しながら。ね。聞いていただければ。そう、確かに。では、じゃあちょっと、できますか。うん。はー、やっちゃうな。よし。うん。では、じゃあ行きましょうか。じゃあ、バレンタインシチュエーション的な、やつ。
お時間いいですか？あ、いや、大した用事じゃないんですけど、その今日何の日だか覚えてます？そうです、バレンタインデーですよ。あの時言ったじゃないですか。だからこれもらってください。私からの気持ちです。じゃ、深い意味はないんですよ、ないんですけども、うん、はい、食べてほしいなって思いまして、ちょっとこしらえてみました。撫で方雑ですよ、もう。今食べるんですか？あ、いや、それはちょっと、恥ずかしいので、私は散ってるので、こっそり食べて、わかりましたよ、負けていいですって。そりゃ美味しそうな匂いはしますよ。だってチョコですもん。変な風にはしてないので、激辛とか入れてないですもん。それでパラカテ。どうぞ食べてください。どうですか。おいしい？まあそりゃそうですよね。だってチョコですもん。そんなにいっぺんに食べなくても、実はまだもうちょっと作り置きしてまして。もう撫でるときは優しくですよ。受け取ってもらえないかとちょっと思ってたりとか、こういうのって不安になるもんなんですよ。もう、あ、お返し楽しみにしてますからね。倍返し、よろしくお願いしますよ。じゃあ、倍返ししてもらうために置いてあるチョコ食べに行きましょうか。ホワイトデーは倍返しです。よろしく。倍返しよろしく、皆さん。倍返しで、うん、よろしくお願いします。ちょっとこれ置いちゃおう。よいしょ。キシ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 音鳴っちゃうんですよね。ね、3枚でいいですか？3枚アイスクリーム。てってれってれってれってって。倍返しでいいの。ぜひぜひぜひ。1000倍返し、やばいですね。倍。倍返し。あ、くないたし、ありがとうございます。3億で返します。やばいです。3億超えます。3倍果汁ドリ。バレンタイン意識したようなとしてございます。うん、もう部屋コンコンしてる時点にいるんですよね。なんで住み着いてるんですか、皆さん。白神家に、白神家は下宿所だった。おや？おやおや、おやおやおや。じゃあここからね、ちょっとだけリクエストとかもね、見ながらやっていこうかな。
。なんかその擬音とか、あ、なんかパピプペポがね、やっぱ皆さん好きらしいんですよね。ちょっとじゃあ行きましょうか。パピプペポ、あ、この音がね、こうパッ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 って、この魚がパクパクするみたいな、魚パクパク、ですかね、もうちょっと上げてみました、上げてみました、上げてみました。どうですか、ちょっとマイクを、マイクを上げました。あ、あ、あ、ちょっと音割れしちゃうかな。あ、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 パパパパ、音圧きてますか、音圧きいつね、音圧きいつね、こんな感じ。なるほど。この、うん。以前もうちょっと下げますか。よいしょ。よいしょ。かすかぐらい。あわわ、この、わわわわも聞こえるのかな。わわわわ。わわわ。助かる、うん、タイガー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 、そんな出荷で火が出てる、火が出てる、火が、プロポーズして経験がないのにできますか。プロポーズがわからないです。プロポーズってなんだ。うん、じゃあ私からですか。どうせならプロポーズ受けたい側なんですけど、うん、そんなー、出荷ですよ。耳かきしますか、耳かきまたしますか。2月の耳かき、2月、あ、そうだそうだ、2月ハッピーバースデー、そうです、2月ハッピーバースデー、そうだそうだ、やることリストに書いてあったのに、じゃんじゃん行きましょう。2月の皆さん、ハッピーバースデー行きましょうか。今日はね、2月の方はお誕生、ご生誕おめでとうございます。ちょっとで、じゃあハッピーバースデーいきましょう。ハッピーバースデー2月生まれ、ハッピーバース
ステー、2月生まれ、ハッピーバースデーディア2月生まれ、ハッピーバースデー2月生まれ、おめでとうございます、おめでとうございます。そうだよね、2月生まれ、2月生まれがいっぱい生まれたわけですけども、2月生まれいっぱいやんけ、みんな2月生まれやんけ、うん、だから今2月生まれになった気がする。そうそう、みんな2月生まれだ、みんな2月、うん、はい、おめでとうございます、うん、はい、おめでとうございます。今2月生まれになったよ、おぎゃおぎゃ、よーしよーし2月生まれ、よーしよーし、ボブママですよー、よーしよーし、いい子ですね、よーしよーし、よーしよーし、よーしよーし、今月も頑張れて偉いですね、偉いですよ。今月もいっぱい頑張れて偉いですよ。よいしょ、はい、いっぱい頑張れて偉いですよね。いい子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 ですね。あ、くしゃみ音じゃないです。あ、ならくしゃみ音ではなく、ちょっとあの大きい物音がしてしまったので、あのミュートにしました。よいしょ、うん、あ、2月お疲れ様にしよう、ママママ、お疲れ様、ママママ、子守歌をぜ、子守歌、じゃあ、狐の子守歌にときましょうか。ふわふわのおけけはママのけ、少しだけ硬いパパの毛、間に挟まるあなたの毛、ふわふわまんまのねんねしよう。これでね、小狐は一発ですよ。これはね、小狐一発で寝ますからね。もうね、小狐もこれでもうスピーでしょ、スピースヤーッスヤーッ。ほらね、小狐が、そう、猫も寝れそう、ほんまか。すべての動物が寝る、シャ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 。耳かき入れますか。じゃあね、ここに綿棒があります。今月もじゃあ皆さんの1ヶ月間たまりにたまった耳を見ちゃいますよ。皆さんの耳を見てしまいますよ。ちょ、いいですか、たまりにたまった耳の中を、行くし、行くし。さてさて、ここに溜め込んでいる悪いやつはデュグだ。よいしょ、まったく。
く皆さん、こんなに耳に耳掃除してなくて恥ずかしくないんですか？またこうしてほら、わあすごいじゃん。謝って許されると思ってんですか？わあ、うわあ、うーわあ、こんな。耳がだらしなさすぎますよ。じゃあ叱ってください。こら。こら。こんなに、よいしょっと。謝ってたら警察はいらないんですよ。こっちの耳は綺麗になりましたよ。じゃあ最後行きましょう。はい、暴風ね。耳かきサボり罪で訴えますよ。うん、はい、暴風。ちょっとじゃあツンデレ系でいき、ツンデレってのツンデレはハートちゃん見習ったらいけるか。ハートちゃんを意識していこう。ハートちゃんをインストールしたい。うん、先輩ボーイダスカル百名警察だ。パンよいしょ。よし、ポンコツンデレって言わないでください。よいしょ。うん、よし。ちょっと先輩、私に耳かきさせようとしてるんですか？まったく。いいですか？私がしてあげるんですから。本人じゃ私以外の耳かきは受けちゃダメですからね。よし、これツンデレですか？これわかんない。ツンデレがわかんない。じゃあ横になりなさい。うち病んでるかな。え、病んでるか。これツンデレじゃないか。じゃあしょうがないからこの綿棒で耳を掃除してあげるわよ。さあ耳を出しなさい。よいしょ。罵倒してる感じでツンデレがわかんないや。罵倒、ただただ罵倒してるだけでも。うわ、汚い。いや、罵倒だ、これ罵倒だ。汚いよ、罵倒だ。やめます。ちょっと汚いはひどかったです。汚かないです、綺麗です皆さん。ツンなんでだね。ごめんなさい。シンプルにバト。この、ピエン。リスナーがピエンしてる。うん。よいしょ。バカ野郎って、バカ野郎、どうしてこんなに溜め込んでるんだって。耳かき警察だっつって。恥ずかしくないのかって。はい、じゃあ行きますよ。もう、しょうがないから、私がやってあげますよ。もう、パン。うわぁ。よいしょ。
れって強い方がいいんですか？ポリッ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 、ぐり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 、強めがいいんですか？どんだけここゴリゴリされるのがいいんですか？まったく。そのうち耳からちぎちゃいますよ。小悪魔なんです。小悪魔が悪い。困惑感情やばい。それはやばい。はい。オッケーよ。感謝しなさいね。振り絞ったツンデレ。いや、いきますよ。3。白髪暴風注意報。3。2。はっはっはーい。やーい。ゼロで来ると思いましたか。されたなぁ。心の準備ができない間に暴風スイッチドーン。暴風助かる。うん、よいしょ。あー、よいしょ。ははははは。鼓膜買い足しに行かなきゃ。鼓膜ないなりましたか。あー、鼓膜つけてください。鼓膜つけてください。うんうん、ううう助かる。してたけど鼓膜飛んでた。あらら、替えの鼓膜買ってこーい。買ってこう。キツネはいたずら好きですよ。きたきたなって言っちゃった。よいしょ。うん、モノラルになっちゃった。セルフモノラルになっちゃったよ。うん、はい、ということでね、キツネにいたずらされた皆さん、コンビニで鼓膜買ってきてください。そう、コンビニで鼓膜売ってるかわかんないですけど、ドンキには売ってました。鼓膜代、やったー。よいしょ、鼓膜代だーね。よいしょ。鼓膜を買いに行ってくださいね。よいしょ。右耳は腰に来る。いや、腰なくなりましたか。よいしょ。みんなの腰がなくなっていく。あららら、腰が、みんな腰がなくなっていく。腰なくなったらふにゃんってなるじゃないですか。ふーんって。うん、腰すっ飛んだ。怖っ。どこ行ったんですか、みんなの腰。スコームインの腰が不良。大丈夫ですか。うん。どこ行くねー。指も変わらなきゃ。よっぴよっぴ。うん。腹と足がくっついた。わぁ、大変だ。腰ないなってしまった。ホローソンで帰るかな。あ、帰るかもしれません。ホローソン、全員老人になっちゃった。読みかー。たら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 ら。腰はドンキです。カービィ。確かに。腰なくなったらみんなカービィだ。カービィ。はーい。カービィ。やーやー、うん、じゃあ、カービィちゃん。やーえい、あーい。カービィ。カービィ。64のカービィは、はーい。ですから。この、はーい。うん。しないなった。たったかたったかたったかたー。たったかたかたかたったったもともとカービィみたいな体型なんです。体に足直接生えてる。たったかたったかたったったー。たっ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 たららら。たったかたったったったかたったったか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 たった。細かすぎて伝わらないんだよ。その切り抜きよく見て。ありがとうございます、切り抜きも。ね。見てくださり。じゃあ、ちょっと。あ、なんか飲み物、食べ物系の音、なんか、咀嚼音苦手な方は、ちょっとじゃあ、気をつけてください。お茶飲みます。今日はですね、ちょっと紙パックのお茶を用意してみました。はい。なので、ちょっとストローにね、刺さってる状態で、うん。ちょっと、やっていこうかなと思います。
ので、ちょっとの間、そういうなんか飲み物飲む系の音とか苦手な方は、ちょっと、離れていただいて。うん。よし。よいしょ。あー、マウスが。よいしょ。うわ。よいしょ。紙パックを。こちらですね。じゃあ紙パック。そう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 。うん。こちらも。行きましょう。こっちのちょっとこっちの耳ばっかで申し訳ないんですけど、すごくね、こっちの音すごい助かります。よいしょ。ちょっともうね、刺さっちゃってるんですよね。開ける音とかやればよかった。行きます。いただきます。じゃん。開いた。えらストローがストロー刺さって痛い。ストロー刺さっちゃった。よいしょ。いただきます。あお。はあ。うまし。聞こえますか？大丈夫？聞こえたかな今の。じゃあちょっと、じゃあ反対側の耳も行きますか。うん。じゃあ反対側の耳行きますか。反対側の耳も。じゃあちょっと。いきますね。こちらが、あ、ストロー音出た、ストロー音出た、ストロー音出た。シュー。行きましょう、行きましょう。ストロー音出た。行きましょう。続きまして、行きますよ。じゃこちら側で行きますね、おちゃん。はん。うわ、えらいよ。よいしょ。うん。はぁ。おいしい。おいしい。おいしいですか。あ、なんか、飲み物飲んでるとか、なんか画像、なんか出した方がいいかな。食べ物食べてます。今から食べ物食べますみたいな。出した方がいいかな。よいしょ。待ってね。待って待って。出した方がいいかもしれない。よいしょ。食べ物食べます。うん。そうそう。でね、ここからはね、ちょっとこのね、食べ物食べます。まあ、消えるまではね、ちょっと皆さん、咀嚼音などお気をつけください。そう。今ね、結構やっぱ人のね、食べてる、なんか、そんな私くちゃくちゃ言わないんですけど、なんか食べてる音が、やっぱ不快に思う方はね、いらっしゃるので、うん。では、ちょっと、今日はですね、そう。アーモンドチョコレートがあります。あ、タイピング音とかもやりますか？じゃあ、後でタイピング音も行きます。よいしょ。よし、じゃあ行きますね。うん。じゃあ行きます。じゃあ今から、アーモンドチョコレート食べますね。はーい。じゃあ、うん。まあね、どうせね、セリフ放送なのでね、それっぽく。うん。え？アーモンドチョコレートくれるんですか？あ、あ、チョコレート好きなんですよー。イエーイ。じゃあじゃあ。はあ。いただきまーす。
マシ。うん、じゃあもう一個、もう一個いいですか？もう一個くれますか、皆さん。もう一個くれますか？ねえ、くれないんですか？もう一個、もう一個だけ、もう一個だけください。一個だけ、一個だけ。いいよ。あ、優しい。じゃあ、いきますよ。いただきまーす。飲みまーす。うん、うめ、うめな、うめぜ。いっぱい食べる白神でーす。ヤギじゃないです。なんでヤギなんですか。ヤギじゃないですよ。うん、後でまた食べまーす。うん、うん、キンキンに冷えてますね、紙パックのお茶も。うん、ね、アーモンドすごく割れ、噛み砕かれたいんですか、皆さん。噛み砕かれたい方がいらっしゃる。カチャ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 。アーモンドに言われたかった人生だった。アーモンドに、まさかナッツ、ナッツに紛れてる。うん、ナッツ、ナッツ。うん、ハムスターやんけ。確かにハムスターやんけ、ハムスターやんけ、ハムスターやんけ。皆さん、ハムスターだったんですか？カリ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 。ねえ、ナッツ系いいですよね。私、結構、アーモンドやっぱ一番好きでして、ナッツの中でも。うん。たまに、酢のアーモンドとか、アーモンドチョコじゃなくて、普通の、酢のアーモンドも食べたりしますね。うん。美味しい。うん。でも、私、小さい頃、噛み癖がひどくて。じゃれて噛みつくっていう、そうそうそう。ありましたね。うん。あれ、じゃれて噛みついて、怒られるっていう、そう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 。悲しい。悲しい、そう。まあ、でもね、まあ、そんなことはもうなくなりましたけどね。うん。うんうんうん。うん。ね、噛みません。噛みません。噛みません。でもなんか去年のどこかで、なんか耳ガブってした。だからちょっといたずらが過ぎましたけども、噛んだ記憶がありますね。何月だったか、何月の放送だったか忘れたんですけど、噛みついた記憶はありますね。皆さんに。本当に申し訳ない。そう。骨なんで加えてます。骨。犬やん、ケスしたら。うん。でも、なったら、キツネ界のアボリンボ、アボリンボ、アボリンボ、ダダーン。うん、噛みませんよ。噛みました。失礼、噛みましたか。ね。斜め77度の並び出た。うん。ね、ありましたよね、そんなことも。はい。うん、もっと気安く噛んでみ。なんでですか、噛まないですよ。ほら、みんなになって噛んだことないのに。うん。そうそう。うん。ね、そう。砂浜上乗って走りますか。パパパーンって。パン、パン。パン。パーン。やっぱこれがいいんでしょうね、多分。パパパパ。いい音がする。パッピッポッペッポッピッパ。ポピッポパッポッピッパン。ピッピッポッピッパッポッパ。ピッピッピッポッポッパーターン。うん。パパパパピッピッピーって。うん。パパパパピッピッピーって。うん。ね、オノマトペやっぱいいんですかね。パピュートペポ、ポッポポポポポポペポッパー、だったがだったった。パピポが一番好き。スキャットマン聞きたい。これがスキャットマン聞きたい。スキャットマン、スキャロベ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 ロ、アームスキャットマン、ディビディビディパラパラッポ、パッパラッポ、ディビディビディパラパラッポ、パッパラッパラパラパティビティビティパラパラッポ、パッパラッポティビティビティパラパラッポ、
パッパラッパラパラパピーラッパッパラッポパッパッパラッポピーラッパッパラッポパッパッパラッパラッパラッポピーラッパッパラッポパッパッパラッポピーラッパッパラッポラッパッパラ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 ッポラッパ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 ここまで来るとね、ピルサの方、わかりますわかります、その、なんか、スカラベラベダ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 ベと、ラッパラッポ、チョク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 チョン、ツッテッドティーラーダラッドゥダラッツッラッドゥルダラッドゥルーラッドゥテーダーテッティトテテッテラッドティリトトリトタテタテタトテトティタトラティトティタティタサディドナリドドダタタラタトラタタラドダデープププルプテテテレトパンピーラパパラポパンパパパラポピーラパになってく。うん、気づかないうちにペルソナ4になるスキャットマンかもしれない。そうあね、そうあ、そういう感じですね。ね、ダーンタッタッタラッタパーン。うん、耳元で最終鬼畜歌ってくれたもんやで。あー、最終鬼畜。うん、最終鬼畜ドラーラッタラッタータータラータータテテテテレレレテテレテテテレレテレテテテレレレテテレテテテレレレテレテテテレレレテテレテテテレレレテレテテテレレレテテレテテテレレレテレレ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 レラッタッタッタラダタララッタラッタラダダラダタタラタラタラッタッタッタラダタララッタラッタラダダラダタタンタチトタチトタトトトトタチトタチトタトトタトタチトタチトタトトタトタチトタチトタトタテトうん、はい、太陽さん食べ物食べてないやん食べ物いい加減食べ物、いい加減食べ物消そう。食べ物食べてないですもん。食べ物ないですありがとう。うん、インターネット老人会や、最高やん。インターネット老人会最高じゃないですか。うんねえ、うんねえ、また食べ物の気持ち考えて食べて、あ、ごめんね、イエス、食べ物の気持ちもってよく考えて食べます。うん、あ、ででんでんでね。よいしょ。老人会開始ですか。じゃあ、図一郎にしますか。みんなー、白髪の算数教室、始まるよー。私みたいな天才目指して、頑張っていってねー。ね。なるほど、あの、ボソボソ言うんだったらやっぱね、ニトリのやつが一番好きなんでしょうね。トントン、ト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 トン、暗い霧のそばで、聞こえる水の音。すごい、低くなっちゃう。見えない姿には、気づかず追いかけ、あいなぁ。そう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 。うん、そう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 。うん、そう、そう好きですね。ニトリの曲。ニトリ、ニトリ。モービル、モービル。ものすごくモービルでしたっけ。
キュッキュッゴー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 。やばいですね。うん、恐ろしい、懐かしいですね。そう、オプティカルモービルモービル、あのぐらい怖いですね、本当に。あの今聞いてもやばいですね。たとえ好みが、あ、ハイコートプロログいいですよね。ドゥ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 、お母ちゃん、あ、もう忘れてるな私も。うん、まあね、昔の動画も好きですし、今出てるその東方のアレンジ楽曲も聞くんですけども、やっぱあのね、どちゃくそ電波した楽しい東方は、なんかやっぱ昔のやつをよく聴いてしまってるせいで昔の曲しか出てこないや。ケロキューも好きですね。カエルは青はケロケロあ、あ、うん、とかね、そう、いろいろありますけども、うん、楽しいですよね。だから今度あのスペルバブル、あの配信にやろうかなと思うので、うん、だからスペルバブルもちょっとやっていこうかなと思いまーす。うんね、スペバブ、とりあえずあのルナティックまでとりあえず解放したので、ルナティックからちょっとね、あの耐久していこうかなと。やっていこうかなと、うん、でも思います。そう、ウイママがね、あのグーヤ書いてて、そうね、あのマキちゃんがあのレミリア書いてたっていう、そうそうそう、おせう様って、うん、すごいいいですね、東方の東方の話になってしまったんですけど、はい、好きあり。油断しましたの、油断しましたね。ザコザコ、みんな好きですよね、ザコって。やられた、ザコザコ、いやー、ザコだごまく許しませんよ。ということでね、なんともう皆さんお気づきだろうか、55分です。55分です。皆さんお気づきだろうか、早いです。早いね、うん、よいしょ。でちょっと待ってください、ちょっと物音するので、ちょっと大きい音するので1回目音となります。よいしょよいしょ、ちょっとね、ガタンって音がしちゃうのでね。はい、ということで、なんともうね、こんなお時間なんでしょ、皆様。なんかね、一番ね、この、あの、月末定期の、あの、放送してると、一番放送時間が短く感じますね。うん。ということで、でも最後はね、じゃあスパチャですね。お茶、お名前をお呼びして終わろうかなと思います。よいしょ。メンバーたくさんありがとうございますね、本当に本当にありがとうございます。よいしょよいしょ、はーい、じゃあね、一番最初いきましょう。うん、ありがとうございます。ミュミルさん、ありがとう。ちょっとこっちからばっかりで申し訳ないですけど、許してください。謎のダビトシエルさん、ありがとう。ユキロさん、ありがとう。ユイトさん、ありがとう。ファクさん、ありがとう。セヤナさん、ありがとう。あー、ボスニキー、そう、今月はね、クロちゃんのソロ配信もあったら、また来月からちょっとクロちゃんに、スクールの話シリーズやってもらおうかなと思います。よろしくお願いします。スースーさん、ありがとう。マズクさん、ありがとう。マウさん、ありがとう。モンジローさん、ありがとう。セイさん、ありがとう。あ、クロちゃんにもね、お茶読ませるのでね。インテガラさん、ありがとう。うん。ね、今日ね、クロちゃんちょっと呼びたかったんですけども、うん、クロちゃん思いっきり寝てる。うん。レイさん、ありがとうございます。41番におめでとうございます。今月もお疲れ様です。レンローさんもお疲れ様。タコメイさん、ありがとう。あ、電波ちゃん、おめでとう、ありがとう。ヨサさんも、ありがとう。ナナミさん、ありがとう。タガキさん、ありがとう。ロシーさん、ありがとう。379さん、ありがとう。カイトさん、ありがとう。スーソさん、ありがとう。来月はね、ちょっとクロちゃんもこの月末定期呼べたらなと思います。ジミさん、ありがとう。タメビトさん、ありがとう。ヒマチンさん、ありがとう。ルヒエルさん、ありがとう。ソフィアさん、ありがとう。カナンさん、ありがとう。アオさん、ありがとう。ニクキューさん、ありがとう。ポケさんもありがとう。ゼロさん、ありがとう。ホイトさん、ありがとう。ノイツエさん、ありがとう。チャバさん、
ありがとう。ロスさん、シロさんかな、シロ3103。ありがとう。え、シロミトさんかな、それとも。チャバさん、ありがとう。フューズさん、ありがとう。マオさん、ありがとう。ネコガミさん、ありがとう。シースリーセブンさん、ありがとう。エマさん、ありがとう。月野さん、ありがとう。ねえ、メドラニさん、ありがとう。トコカジさん、ありがとうございます。違う、読み方違う気がする。コリュスキーさん、ありがとう。アハルさん、ありがとう。コメントがスパチャだらけになっちゃう。アハルさん、メンバーありがとう。シアさん、ありがとう。いつぜあの、いつぜあのココ会長のあれ思い出しますね。ノイさん、ありがとう。シラードさん、ありがとう。レオナードさん、ありがとう。シロさん、ありがとう。ニロさん、ありがとう。アゲドリさん、ありがとう。ヨゴさん、ありがとう。隊長さん、ありがとう。ニドラさん、ありがとう。カステラリンゴマジさん、ありがとう。ドシブタさん、ありがとう。ヒゲシサコジョさん、ありがとう。ストラさん、ありがとう。カナタネコズキさん、ありがとう。石ゆきさん、ありがとう。クモヒトさん、ありがとう。ヨウさん、メンバー、ありがとう。カゲとトカゲさん、ありがとう。トリモチーさん、ありがとう。チョウデンさん、ありがとう。アライグマネコ太郎さん、ありがとう。アライグマネコ太郎さんもね、そうね、ホロスターを見てくれてるんでしょうね。ありがとう。以上。梅書さん、ありがとう。ジーさん、ありがとう。ミクラさん、ありがとう。ルズさん、ありがとう。ミチルさん、ありがとう。ユキさん、ありがとう。ウルタールさん、ありがとう。アヤネさん、ありがとう。シノミヤさん、ありがとう。カンナズキさん、ありがとう。お、ヤマさん、ありがとう。ワンナーボさん、ありがとう。ふみさかさん、ありがとう。ハルトマンさん、ありがとう。ふみさまやさん、ありがとう。アオシアさん、ありがとう。カメさん、ありがとう。ただのおさるさん、ありがとう。ルヒエさん、ありがとう。カゼナルさんかな、カザナ、カザナさん。あー、もう申し訳ない、お名前が。あ、ジョジャク、なんて言うんでしょう、この人。メツ、ジャクエイさんかな、メンバーありがとう。まさきさん、ありがとう。アルカさん、ありがとう。モーニングさん、ありがとう。アバトロさん、メンバーありがとう。大志豪さんかな、あー、申し訳ない。王さんかな、ありがとう。ヒゲシサカズさん、またありがとう。優勝していくわ。ロッキョさん、ありがとう。安全なアイさん、ありがとう。渡辺さんも、ありがとう。ミッション。ロリフブキバレンタインボイス。あ、ロリフブキ放送、またね、ちょっと今、立ち絵用意してもらっているので、それができたら、ロリフブキ放送もしようかなと思います。リベンゼロゼロさん、ありがとう。黒ゆかりさん、無事死亡。あ、くなり、始めました。赤ちゃんも、ありがとう。ガルズシーシーのアイコンが可愛い。リバさん、ありがとう。サンコロミさん、ありがとう。おとしぶたさん、ありがとう。ガクさん、倍では返し足りない。ありがとう、赤ちゃん。いつもありがとうございます。ゆいゆいさん、ありがとう。桜根しおさん、ありがとう。メンバー、ありがとう。パラントリ、パラン、パラン、パランティックさん。あ、もう、もう、もう、ええか。小月さん、いつもありがとう。スッさん、ありがとう。1480、インデックさん、ありがとう。まぬ、沼健さん、あ、これメンバーだ、ありがとう。沼健さん、ありがとう。ビッグさん、ありがとう。ライライさん、ありがとう。かりんとうさん、ありがとう。夏川さん、メンバー、ありがとう。アルカマさん、ありがとう。ルカさん、ありがとう。ともっちさん、ありがとう。鳥カニさん、ありがとう。なんで言うんだろう、これ。スイモトさんかな、ありがとう。ゆきしろさん、ありがとう。8111さん、ありがとう。クロチャさん、ありがとう。オレンジミントさん、ありがとう。メケットさん、ありがとう。ヒソクさん、ありがとう。トムヒロピンさん、ありがとう。ルクゼインさん、ありがとう。キョンイレイさん、ありがとう。チャップさんかな、ありがとう。トラネコさん、ありがとう。フリーさん、リンゴアメさん、ユーキューさん、メンバーありがとうございます。バルドさん、ありがとう。ホワイトパッ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 パー、ありがとう。ジョイヨさん、ありがとう。風神カズさんと、赤時さんかな、ふしみさん、メンバーありがとう。寒いもみじゆきさん、ありがとう。とひくんさん、ありがとう。まぐろさん、ありがとう。まぐろさん、メンバーありがとう。ぬまけさん、またありがとう。ZHD さん、メンバーありがとう。くりすきさん、ありがとう。ひげさん、またありがとう。もぐろさん、またありがとう。かいちょうさん、ありがとう。めどらにさん、ありがとう。こうさん、かわいい。ありがとうございます。ビロビロさん、メンバーありがとう。とひくん、ありがとう。とひくんさん、ありがとう。お呼びしていっちゃった。申し訳ない。とひくんさん、ありがとう。よいしょ、よいしょ、よいしょ。あー、飛んじゃった、飛んじゃった。待って。お、すごい飛んでしまった気がする。ていずってくって、あ、この辺だ、この辺だ。あーだだだだ、RB16 さん、ありがとう。黒城さん、今優さん、メンバーありがとう。もじろさん、ありがとう。レムリナレイテさん、来月も楽しく行きましょう。ありがとうございます。赤ちゃん。サイニーさん、ありがとう。みなずきさん、ありがとう。しぐれ NPC さん、ありがとう。ドイツデートコさん、ありがとう。アイコンがあれですよね。モベルモンドバンデラさんですよね。ツイッターね。ありがとうございます。鈴風さん、ありがとう。みこさん、ありがとう。ニワトリポンさん、メンバーありがとう。コフェさん、ありがとう。
わさびさんありがとう、かなさんありがとう、かいのさんありがとう、ものさんありがとう、とひかんさんありがとう、かな、た、田中さんさんありがとう、とうかさんありがとう、かいせんさんありがとう、ナインさんありがとう、いそさんありがとう、ときさんありがとう、犬のアイコンかわいい、岩川さんありがとう、クトゥルフ、クトゥルフテイシーマーさん、うわ、チーマンさんだ。やばい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 。チーマンさん、どうもいらっしゃいませ。ありがとう。かなりさんありがとう。とわさんありがとう。ゼノーさんありがとう。かっさんありがとう。エクシロングガンさんありがとう。リベアさんありがとう。かなた猫好きさんありがとう。メイハンさんありがとう。ラッカタツさんありがとう。小田さんありがとう。月浦さんありがとう。ワロンさんありがとう。メイハンさんありがとう。セインさんかな、ありがとう。猫姫さんありがとう。ブシャラディ、今月もありがとう。アリーベニルチ。モグラさんありがとう。カネヤさんありがとう。ミンジャマンさんありがとう。ナナシノさんありがとう。シロマンさんありがとう。ワフさんありがとう。マオさんありがとう。スカーレットさんもありがとう。ミレンゼロ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 。ゼロいっぱい増えちゃった。ありがとう。ノアさんありがとう。新前大さんありがとう。テイテイさんありがとう。ベルさんありがとう。チャソさんありがとう。ノユさんありがとう。ギョウヤさんありがとう。メドランディさんありがとう。ユズキさんありがとう。モアさんありがとう。シャミリーさんありがとう。ハネージさんありがとう。フェイカー猫です。よろしくお願いします。猫です。よろしくお願いします。いいありがとう。ファンタムさん、ファンタズムさんありがとう。ミドレさんありがとう。タキさんありがとう。イクジターさんありがとう。ブラックフルさんありがとう。高月さん、ありがとう。新生ジャンクさん、ありがとう。カクーランネスックさん、ありがとう。ヒヨリさん、メンバー、ありがとう。ポケットさん、ありがとう。ミソナさん、ありがとう。また図書館に。ユキンさん、ありがとう。これ、また図書館にってどういうことなんだろう。ありがとうございます。ホシラマさん、ありがとう。墓職人さん、ありがとう。ラッドグリードさんかな、メンバー、ありがとう。ラグナさん、ラグナチアン、ありがとうございます。タクタさん、ありがとう。ホロセイタアコさん、ありがとう。ライカさん、ありがとう。ミズキさん、ありがとう。黒銀さん、黒銀さんかな、あ、黒銀さんでやってた。ありがとう。ベメックスさん、ありがとう。タランさん、ありがとう。ムノーさん、ありがとう。ASMR を何見て勉強してますか？何も勉強してないな。いつもだいたい聞いてるの、食べ物の ASMR 聞いてます。チョコレートお菓子とか。ササササササーさん、ありがとう。クマさん、ありがとう。キューブさん、ありがとう。七天さん、ありがとう。あー、飛んじゃったかな、飛んじゃったかもしれない。うわわわわわわ。たたたたたたー。さあさあさあ、キューブさん、いったのえさん、あやくまさん、ありがとう。もずくさん、ありがとう。いのかりさんかな、ありがとう。ひらぎさん、ありがとう。もかさん、ありがとう。おつきさん、ありがとう。チャイナモンさん、ありがとうかな。きのりさん、ありがとう。セラさん、ありがとう。ゆずきさん、ありがとう。しぐりんごさん、ありがとう。サイニーさんかな、ありがとう。さくやさん、ありがとう。はずきさん、ありがとう。ということで、やったー、読み終わりましたー。はーい。ここで今月は皆さん、ちょっとこっちの耳が寂しいかな。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、豊さん、ありがとうございます。ことでね、今月も皆さん、ありがとうございました。パチ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 。パチ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 。ね、こいつ40万人も行きまして。わー、ありがたいありがたいや。まあね、また次はちょっと50万人とか目指していけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたしまーす。でね、もしかすると3月はね、ちょっといろいろと嬉しいお知らせができたりとかできなかったりとか、実はね、結構いろいろね、ありがたいお話をいただいてたりするので、まあ、そのご報告ができたらなと思ってますので、よろしくお願いしまーす。ではでは、今月もおつこんでした。バイバーイ。なるように明日はもっと楽しい。
しかった、はあ、あ、まだいたんですか、このモノズキめ。好きですよ。